商品券が20人に当たるところを誤ってメールマガジンに登録していた2622人全員に当選メールを送ってしまいました。抱負警輪のプレゼントキャンペーンで9月30日、痛恨のミスが起きました。委託された業者の手違いだということです。なお、個人情報の流出はなかったそうです。運営側の真意はともあれ受け取った側からすれば。 当選メールには違いないミスとはいえ送ってしまった以上はプレゼントしないといけないのでしょうか法的にどう考えられるかを弁護士に聞きましたメールを根拠に商品券をもらうことはできるのでしょうか誤って送られてきた当選メールを根拠に商品券1万円の権利を主張することはできないと考えます当選したという事実がないからです当選メールは 当選したという事実を伝えるものですが当選は抽選などによって決まり当選メールが届いたことによって決まるわけではないからです仮に当選メール内に当選したので商品券1万円をプレゼントしますという意思表示が含まれていた場合事実を誤認した意思表示であり重要な誤認ですので要素の削除民法95条にあたり取り消すことができると考えます ミスが分かったとき、担当者は青ざめたでしょうが、法律上は本来決まったプレゼント額だけで済むようです。豊富資産業振興部競輪局によると、同日中に本当の当選者20人に当選メールを送り直したということです。残る2602人はぬか喜びだったということになります。同局はホーームページで 多大なるご迷惑をおかけしましたと謝罪していますこの手のものはすべて信用できない特に当選の発表は商品の発送をもって変えさせていただきますというやつ本当に送っているのかって思ってしまうメジャーな検証だったら宅配業者の配達員が分かってて着服することだってあり得ると思うなぜなら 誰が当選してるか知りようがないから届かないおかしいなんてこともない。